おはようございます、リコー TV です。本日買ってきたルアーはこちら、大人気ヤマタヌキなんですけども、 2.5 インチの方ですね。でこれの、ピンク色が欲しいなと思ってね、釣り具屋さんを探していたらね、案外今ねこの 2.5 インチサイズ欲しいカラーがね店頭に売っていなくて、あれヤマタヌキ 2.5 ピンク欲しいんだけどなーって探してたらね、あのね山水にありました。さすが山水って思いましたけどね。かゆいとこに手が届くのがしっかり在庫されているなーなんて、感じた、次第でございますが、昔ねほんとうん十年前に初めてねブラックバス用にゲイリー山本のワームを買ったのがもう山水なんですよね。山水に行って、当時、知り合いだった店員さんに、霞水系で、釣りたいんだけど、何を買ったらいいんですかってガキンチョのね、俺が聞いて、来たらね、もうこれしかないっしょってね、当時まだね、出たばかりだったですね、先行、当時はね、山先行じゃなくてね、先行っていうね、名前で売ってたんですけど、それの、巨大なサイズをね、おすすめしてくれて、もうこれ投げてほっとくだけで釣れるかな。ね、そんな思い出を思い出しますけども、そんな感じでねこれヤマタヌキのピンクね、どうしても使いたかったんでね、一袋買ってきました。最近だとJB トップ50でね、北浦戦あれで優勝した、エジリプロがですね、このヤマタヌキを利用して難攻不落ね、最近まあ釣るのが本当大変だって言われている霞ヶ浦水系でね、いい魚をね大会中に釣っていたっていうね、そんなね SNS の記事を見て、あヤマタヌキ 2.5 最近ちょっと在庫が心配になってきたなと思ってね、慌てて買いに行った次第です。ほんとね大きい方のねヤマタヌキは結構ね今ちょうど並んでるんですけど、こっちの 2.5 インチがね人気カラーからねどんどんね今店頭から一瞬消えていっているタイミングなんで、やっぱこういう夏のフォーリングとかこういうのノーシンカー使いが効くこの時期ね、やっぱり減ってくるのかななんていう印象はありますが、まあ、このヤマタヌキの独特なねその場でのテーブルターン、あとは落ちていく時にこのお尻がね若干プルプルプルとしてね、通常の芋みたいなものの沈め込みとはちょっと違うアピールをプラスしたいなってね、そんな時にねヤマタヌキっていう感じ、まあ、ちょっとせっかくなんで一つ出してみますかね。はい、ピンクタヌキ一つ出しましたけども、やっぱデザインがかっこいいっすよね。このなんというか、全ての形ができたであろうと思われるこの現代においてね、すごいよな川辺さんデザインじゃな、新しい形をそこからもさらに生み出してくるっていうね、この意欲的な、そんでもってねただ気をてらった形ではなくて釣れる形をデザインするね、川辺さんってすげえよなと思うんですけども、まあ実際ねこれほんと使いやすいんですよね、この形状なんでノーシンカーでね、なんかねもう一伸びね飛んでくれるんですよね。で出したいところっていうのがその2インチの線香で展開したい時に、でも2インチの線香ってさすがに小さいんでもうちょっと飛んでほしいなって思う瞬間があるんですよね。でそんな時に、あそう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 、ヤマタヌキのこの寸詰まりなサイズ感でね、それでもって、針しっかり合わせて、そしたら普段認知山線香でやっている展開、まあ脳進化展開なんですけど、それの一個奥まで入れられるよなっていうね、ちょっと今回はね沈めるっていうのはあんまり想定しないでって考えたんですけど、このヤマタヌキのタヌキテールのプルプルと、まあその場でのねこうアクション入れた時の、まあ小さいねトゥイッチを入れながら使ったりするんですけど、テーブルターン性能なんかその場でもじ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 ね、動いてくれる、そんな要素がちょっとね必要だなと思って、であとはこのねピンクカラーね、なんかちょっと詳しくは分かんないんですけど、絶対俺このゲイリー山本のこのねピンクってなんかね他の色とねもっちり感が違うんだよなっていうね、まあ、ちょっと気持ち柔らかい印象があるんですよね。そんなところもあってこのカラーがいいっていうよりは
このカラーのこの素材感が今回欲しいなということで、ちょっとねこのピンク色を選んでみました。まあタイミングでね、釣れたらまたちょこちょこね実況動画でねしていくんですけども、取り急ぎね、なんかねここ1ヶ月ぐらいね釣り具屋さんに行くたんびにねピンクの山狸ってね探していたんだけど、なかなかねちょっと買うことができなくて、あここだったらと思ったらね、しっかり在庫してあってね買うことができたんで、改めてね山狸買ってきました。動画にまとめてみました。はい。というわけで本日の釣り子 TV はこちら、ゲイリーインターナショナルの、山たぬきの小さい号ですね、 2.5 インチ、これのピンク色、買ってきたよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。